はい、皆さんこんにちは。週末2畳半チャンネルの黄色いイエローと申します。お久しぶりです。今回はですね、皆さんがねいつもスタジアムに行くと目にするあれ、これです。これをね作りに行ってきました。その様子をねお送りしたいと思います。本当にねいつもね自然に目に入ってきているこれらの横断幕、実はね様々な人の努力によって作られておりました。そこにね私も参加して作業をしてきましたので、ぜひね最後までご覧ください。この動画を見ればね横断幕見る目が少し変わってくるんじゃないかなと思います。それではどうぞ。はい、今回のですね制作会場はですね松本市の今井地区にある今井公民館でした。松本会場の前、東京会場とあと箕輪会場、こちらのね2会場ですでに横断幕の制作が始まっていました。今回が最終回だったようです。はい、そして会場にですねペンキなどの汚れがつかないようにブルーシートを敷き詰めて、横断幕の制作が開始されます。今回の横断幕で制作する選手はですね真渡選手、笹生選手、高橋選手、樋口選手の4選手分新規での制作です。広げた横断幕の素材すでにですねデザインが下書きされていました。ここに色をのせていきます。色をつけるための塗料はウルトラス松本のスタッフの方が用意してくれていて、筆なんかもね全て用意されていました。そしてその塗料をね配ってくれるスタッフもいて本当に手がかかっています。さらにこの横断幕を制作する際の布の生地ですね、生地は材料を買ってきてそれをね、スタッフの皆さんで縁を縫ったりして仕上げているみたい。今はデザインに沿ってはみ出してはいけない部分、特に直線が綺麗に出なきゃいけない部分にマスキングテープ貼って、デザイン通りの仕上がりになるように準備をしています。はい、そして私はまず真渡選手の塗装、こちらの方のねお手伝いをさせていただくことにしました。ちなみに選手の横断幕のデザイン、これはですねウルトラス松本のスタッフの方々が手分けして制作して、それを画像化したものを、このね素材の方に転写して準備をしているようです。はい、実際に塗り始めたんですけれども塗料の伸びが意外にないので、何回もね筆に塗料を足しては伸ばし足しては伸ばしでね、やっていかなければいけないということ、直線部分をきれいに塗る、角張ったねコーナー部分もきっちり角を出して塗っていくときれいに仕上がると、ここは大事だなと思いました。落書きじゃないよ、念を入れてるんだ。いい感じじゃん、いい感じに出来上がってきたよ。こちらは同時進行していた笹生選手の横断幕、白が映えますね。
はい、真渡選手の横断幕、塗料の乾燥のためにですね、屋外に出して、その乾燥中にですね、次は高橋翔平選手の横断幕の制作に取り掛かります。高橋選手のデザインはですね、黒と白を使用したコンビネーション、これは混ざらないように気をつけないといけませんね。高橋選手のデザイン、結構丸みのある書体なんですけれども、払いとかね、その辺の表現がきちんとされているので、そこのね、塗り方、その辺がね難しかったですね。はい、メインのですね黒色がある程度乾いたら、縁取りのホワイトを乗せていっています。もうね、皆さんね黙々と塗っているんですけれども、黒とね白、それから白と緑、この境界面をね綺麗に仕上げるように塗っています。まあ、それぞれの境界線をディフェンスラインに見立てて、ここのディフェンスラインが乱れてるじゃねえかなんて言いながらね、ゲラゲラ言いながらみんなで塗っていきました。これね面白かったです。どうでしょうか、こんな感じに仕上がってきました。まだね細部の修正はこれから入るんですけれども、同時にね今度は紐をくくるためのハトメをね取り付ける作業に入っていました。布地に穴を開けて、ハトメというね、紐をくくるための金具ですね、そちらの取り付けをしていきます。結構力がいりそうで大変そう。はい、そして、松本山雅 FC にね所属している既存選手ですね、こちらの横断幕、選手のね背番号が変わったりということで修正されていきます。長きにわたってね戦い続けてきた横断幕、結構塗料がひび割れたりしていますが、化粧直しでね綺麗にされたりするようです。この日はですね、緊急でキャンプ中に大怪我をされてしまったフォワードの高井和馬選手、高井選手に向けたね、寄せ書き実施されました。木トロピカっていこうぜトロピカっていこうぜはい、それでは最後にですね、ウルトラス松本さん、ね活動の支援金みたいなのを募っています。まあ募金とかそんな感じなんですけれども、先ほどね紹介してきた横断幕の制作だったりっていうところで、やはりねコストがかかっているということで、そういったね活動費、受け付けているようです。で、私もね今回の、弾幕作成会、こちらでねちょっと活動の支援金をお渡ししてきました。で、なかなかね手渡しっていうのは難しいよっていう方はね、こういう方法があるので試してほしいです。インターネットでですねウルトラス松本、カタカナでいいですけれども検索して、ウルトラス松本のホームページに行ってみてください。黒い背景をした、ホームページに入ってきます。そうするとですね、ここですね、くるくる、今ここで Amazon で買うっていうねリンクがあるんですよ。ちょっと下バグってますけど、この Amazon で買うっていうのをね押していただくと、Amazon のサイトに飛びます。そして、お買い物をねされますと、アフィリエイトということで
少額になってしまうかもしれないんですけれども、支援金という形でね、ウルトラス松本さんに入っていくということのようです。なのでね、積極的にアマゾンを使っているっていう方はね、ぜひね、ウルトラス松本さんのサイトからアマゾンへ飛んでいただいてお買い物してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。かなりね、松本会場の横断幕作成会は賑わっていましたね。そして、たくさんの方のね愛情、これによってアルウィン遠征先のスタジアム、このね、サッカーの試合の雰囲気作られているということが分かったんじゃないかなと思います。地道にね、少しずつ選手の横断幕や他のね横断幕を作ったりして、本当に頭が下がりますよね。なので皆さんもね、会場で横断幕見かけた際はこうやって作っていたんだと少しでもね思い出していただいて、またね来年とかシーズン途中でこういったねイベントがあるときは、興味本位でいいと思いますので、ぜひね参加してみてはいかがでしょうか。きっとね、たくさんの山鹿サポーターの皆さんと触れ合えるし、持ち寄ってきたお菓子なんか食べながらね談笑して楽しめるんじゃないかなと思います。それでは次回はいつかな、もしかしたらホーム開幕戦お会いしましょう。イエローでした。バイバイ。